区民の皆さん、こんにちは。杉並区長の岸本聡子です。7月11日に区長に就任してから早いものでもう4ヶ月ほど経ちました。就任から今までの間、区民の皆様からは励ましの言葉やご意見、そしてご提案などたくさんいただいております。どうもありがとうございます。こうした区民の皆様からいただく声が、杉並から始まる新しい民主主義を作り上げていくための原動力になると思っています。今回私は区民の皆さんにもっと区政を知り、一緒に区政のことを考えていただくために、佐渡子ビジョンの実現に向けた取り組み概要という資料を公開することにしました。こちらでございます。佐渡子ビジョンの各公約の内容と仕分け、これは私が選挙中に掲げた公約である佐渡子ビジョンの実現に向けて、どんな取り組みが必要となるのか、実現に向けた課題やハードルは何なのかなどについて、区役所の職員が就任間もない私への説明資料として用意してくれたものです。ここに書かれている内容は7月末から8月にかけて作成された資料ですので、あくまでもその時点において仕分けを行ったものになります。その後、議会や職員との間でさらに議論を進めています。区としての正式な決定事項が書かれているものではありませんが、これを公開することで区民の皆様が区政を考える上でのいわば叩き台となるのではないかと思い至りました。公約で掲げたすべてを一気に実現できるわけではありませんが、一つずつ確実に形に変えていくために、皆様と一緒に取り組んでいきたい、取り組んでいかなければならないという思いを日々強くしています。私が再三申し上げている杉並区情報公開ナンバーワンの自治体にしたいという言葉は、まさに皆さんと一緒に考えていくために必要なことで、この資料はそのための第一歩ともなると考えております。どうぞ皆さん、概要欄のリンクからご興味のあるところだけでも資料をご覧いただいて、私たちと同じステージに立って区政を考えてみてください。さらなるご協力をどうぞよろしくお願いいたします。